皆さん、前橋市長の記者会見でございます。ご参加いただきた報道機関、ありがとうございます。また、ネット中継上での市民の皆さん、本当にありがとうございます。今日は2つの案件のご報告をさせていただきます。ともに、ICT というのか、サイエンスのお話でございますので、私にはちょっと荷が重いお話でございますが、ご紹介だけし、今回の担当者、そして、共同研究をしておられる方々にも、ご同席をいただいておりますので、ご説明、質疑等は私以外にもきちんと答えられると思っております。さて、最初のお話でございますけれども、官民のビッグデータによる地域の課題を解決する、この事業を、実は前橋市は東京大学空間情報科学研究センターの秋山先生、そして帝国データバンクの方々、そして三菱総合研究所の方々との協定によりまして、進めてきたところでございます。一言で言えば、今まで何か市長が直感で、あるいは議会と市長との間の話し合いで政策を決定きた、そのプロセスの中に、ビッグデータという一つの、なんて言ったらいいんでしょうかね、アドバイザリーボードになる、その過程を使っていったらどうなのか、そのお話でございます。大きなコンピューターで地域の課題をどうやって見る、その見方によっては、我々の実は政治家の直感が違っているのかもしれない、そのようなお話を今まで長く進めてきたところでございます。本日、3団体との協定を結び、そしてこれが正式にスタートすることとなりました。この後の展開をぜひ、記者各位にもウォッチをいただきたいと思います。私からご報告は以上でございますが、この後、大野常設担当参事からご紹介をされる方がいいな。で、じゃあもう写真撮影なんですか。詳細説明。はい、じゃあ詳細を、日本の頭脳からそれぞれお話をいただきたいと思います。よろしくお願いします。それではここで東京大学の空間情報科学研究センター、秋山先生よりご説明いただきたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、皆様お集まりいただきましてありがとうございました。私東京大学のですね、空間情報科学研究センターというところから来ました秋山と言います。で今回ですね、前橋市様とですね、他各社、何社かでね、連携しまして、ビッグデータを活用したですね、地域課題の見える化ということで、これまでですね、取り組んでまいりました。で、今日はですね、今回研究の協定を結ぶということで、これまでですね、取り組んできた内容についてですね、簡単にですけどもご紹介したいと思います。で、最初にですね、皆さんここ集まっていただいている皆様にちょっと、申し上げたいんですけども、ぜひですね、新聞とかですね、なんとかに書かれるときには、東京大学の空間情報科学研究センターと。お書きください。ちょっと文字が長くなってですね、大変申し訳ないんですけど、ご協力よろしくお願いします。はい。それで、こちらはですね、ご覧のとおり群馬県のですね、前橋市中心市街地の様子ということで、ちょっとですね、昔のにぎわいがですね、だんだんちょっとなくなってきて、寂しくなってきているという状況に今あるわけです。で、こちらの図はですね、先ほどお話しされましたけども、前橋の市長がですね、実際作成された地図なんですけども、はい、いえいえ、どうもありがとうございます。はい、で中心市街地のこれ駐車場がどこに分布しているかというのをですね、地図の上に市長自ら記入いただいたという地図なんですけども、ご覧の通りですね、やっぱり今中心市街地どんどん駐車場化していっていて、だんだんですね空洞化して寂しい状態になってきていると。いうそんな状況がですね前橋市今問題かなという状況にあります。で一方ですね、そうはいえ前橋市って非常に魅力的な、自治体でして、たくさんですね魅力的な観光資源というのがこう前橋にはですね、あるわけです。でまたですね、非常に教育環境であるとか、医療環境というのも非常に、充実しているというふうに言われておりまして、そういう意味ではかなりポテンシャルの高いですね、自治体かなというふうに私考えているわけです。はい。でですね、そういう状況の中ですね、前橋市の方ではですね、今の現状をですね、変えていって良くするためにということでこの芽吹くというコンセプトを掲げてですね、前橋市を良くしていこうという活動をですね今始めているところです。はい。で今までですね前橋市の方といろいろと我々お話をしてきた中でですね、じゃあどうやって前橋市を良くして、芽吹いていくのかという中でですね、出てきたのが、皆さんですねこの、自治体の人もそうですし市民も含めてですね、意識を改革していくということと、あとは社会的な合意形成を、ちゃんとしたですね、データとかですね、証拠に基づいて、進めていくというためにビッグデータを使っていこうじゃないかと。はい、ということでして、これ我々が今我々の中で作っている名前なんですけど、超スマート自治体ということで、そういったものを進めていこうということを今考えているわけです。はい。でこれちょっと全体の概要、ちょっとすいません小さくてですね見にくいんですけども、超スマート自治体を実現していくためにどういうことをしていくかということで、ざっくり3つぐらいのフェーズを考えてまして、まずはやっぱりデータを使って地域を、見ていくと、現状を把握するということをしていこうと。でそれができてきたら次はですねそういったデータに基づいて地域を経営的に良くしていくということを考えたいなと。で最後はですねそこまでいくと地域の個性を発揮しながらですね市民も巻き込んで地域を良くしていくといったふうにですねだんだんとレベルアップしていきたいというふうには考えています。はい。そういうわけでですね、今回そのビッグデータを活用したですね、超スマート自治体実現ということで、まず今日ですけども無事ですね研究協定ということで、それに基づいた研究協議会というものを作っていこうということで、まず東京大学の空間情報科学研究センターで、私秋山とですね今日ちょっとご欠席されてますけども、あと柴崎先生というですね、先生入られまして、東京大学をやります。であとですね、いくつかタスクフォースをいろいろ考えてますけども、このあとですね、帝国データバンク様とですね、あと三菱総合研究所様からですねご紹介もありますけども、そういった、メンバーで進めていこうというふうに考えています。で、そういったですね研究協議会に向けていろいろと準備をしてきたんですけども、その準備の中でですね、先行研究として前橋でのプロトタイピングということで、いくつかいろいろと取り組んできて、一つはですね、観光の振興であるとか空き家対策、あるいは交通計画などを支援するためにデータがどう使えるのか、あるいはどういうふうに見える化できるのかということをやってきました。で、2つ目はそういった見える化を支援するためのダッシュボードということで、こちら後ほどですね、帝国データバンク様からですね詳しいご説明があります。であとは3つ目として、そういった超スマート自治体というのはどうあるべきなのかということをですね、今いろいろですね、議論を進めているという状況です。はい、で例えばその交通計画支援という形でいきますと、パーソントリップ調査といいまして、1日のうちにですね、アンケート調査で、どこからどこに人が移動しているといった調査されてますけども、そういったデータもですね、うまく間の経路を補完してあげることで、どこをどういうふうに人が移動しているのかというのを推定するということができてきます。ちょっとすいません、なんか問題が起こってます。でこちらのデータなんですけども、東京大学の中にですね、人の流れプロジェクトというプロジェクトがございまして、そちらのご協力を得ましてですね、人の動きを経路を補完して見える化するというようなことをやっています。でこれ今前橋市がそちらにありまして、前橋市周辺を広く見ていますけども、こちら今時計ですね、今朝のまだ3時4時ぐらいなんですけども、だんだんこれが日中4時5時となってきますと、人が動き始める様子が見えるかと思います。で今これ6時ぐらいになるとだいぶ出勤し始めてですね、こう人の動きがこう今緑色の線で見えていますけど、こんなようなですねデータを作ったりしてですね、交通の見える化を図るというようなことをやっております。で、このデータなんですけども、元のデータというのがですね、もうちょっと細かく見ていくと、これが前橋市の中心市街地ですけども、先ほどのデータですね、こうやって拡大して見ていきますと、こんな形でですね動き回っているのが見えます。で、この色はそれぞれ交通のモードですね、どういった交通手段で移動しているかというのを示してまして、前橋市の中心市街地の場合、この黄色の点というのは全部自動車なんですけど、圧倒的に自動車が多いですねというのがこうやって分かります。で、あとはここら辺鉄道で移動してたり、ちょっと見づらいんですけども、たまにですねこの駅の方からバスで中心市街地に移動しているような移動のしている人も見えたりしています。はい、それからですね、もう一つ可視化というお話ですけども、今ですね、もう一つはやっぱ自治体の課題としまして、空き家対策というところですね。で、やっぱり対策進めていく上で一番難しいのが、どこに、空き家が分布しているのかというのを、正しく把握していく、あるいは推定していくというのが非常に難しい問題になっていまして、例えばこれですね、我々のデータでこれ電話帳のデータに基づいてですね、電話帳の利用履歴から、どこで電話が止まっているかというものを見て、それから空き家の分布の推定をしようということを取り組んでいるんですけども、例えばこういった分布をですね表で、表示してもですね、これもデータとしてしっかりしてるんですけど、パッと見よくわからないんですが、これを例えばこんな形で地図化してあげるだけでも、全然やっぱり理解が違ってくるということになります。これも申し訳ございません、これはあくまでも推定値ですから、研究のまだ途中段階ですので、絶対これは正しいというわけではございません。で、それをこんな形で Google Earth なんかを使って可視化すると、さらにですねインタラクティブに見ていけるということで、非常に直感的に理解がしやすくなってきたなというふうに感じております。で、これ中央前橋付近ですけど、こんな形で見えると。で、この後帝国データバンク様からご紹介ありますけれども、こういった、ダッシュボードというものを作って、というものを作ってですね、やっていくということで、非常にこういった我々の今までの取り組みの中で重要な点として上がってきたのが、一つは魅力的な可視化をしてみんなで理解を進めると。ちょっとすいません、よろしいですか。ちょっと申し訳ありません。ですね、自動で、送られるような設定になっていますね。自動送りになっちゃってますね。大丈夫ですかね。はい、申し訳ないですね。ありがとうございました。はい。ですね。で、こうやって可視化をしてあげることで、データを読む手間っていうのを大幅に、省いてあげることができると。いうことと、そういったデータを見ていけ、省きますので、手間を省きますので、合意形成の手間というところも省いて、非常にその辺の迅速が図れるんじゃないかというふうに考えております。で、将来的にはこういった VR も使ってですね、街の様子を体感しながら街を変えていくというようなことも可能じゃないかと。はい、それからですね、こういった取り組みを進めていく上では、こういった取り組みにですね、を進めている、あるいは興味のある皆様とですね、意見の共有を進めるということも重要かなと考えてまして、すでにこういった取り組みはですね、衆議院議員会館の方で、いろんな議員さんに紹介したりだとか、あとは前橋市の方でもですね、職員向けに研修会みたいなことも開いて、情報の共有というのを進めております。で、そういった中ですね、やはり成果の共有というのは非常に重要だなというふうに感じておりまして、現場のですね、リアルな声を聞いてですね、いくということは、なかなか我々特に大学、私は大学の人間ですから、なかなか大学という場にいるとそういうのって、よくわからないとか、なかなか声が聞こえてこないということもありますので、こういった場を、たくさん作ってですね、いくということは非常に重要です。はい、それから最後ですね、こういったシステムを作るとなると、どうしてもそのデータであるとか予算とかシステムとか、そういった問題が出てくるわけなんですけど、ここら辺についても、これは主にですね、三井総合研究所様の方でこれ作っていただいた資料なんですけど、進めておりまして、やはり今後こういうものを普及させていく中では、導入の容易さというのが非常にキーになるかなというふうに考えています。はい、というわけで、最後のスライドでまた最初のこの絵に戻ってきましたけども、こういったわけで今はまさにそのフェーズ1のところをまだやっているというところですけども、今後ですね、こういった取り組みを進めながらいろんな達成目標をですね定めていきたいというところです。で、あとは先ほど前橋市でプロトタイプという話がございましたが、将来的にはですね、どこまでいけるか分かりませんけど、横展開、全国展開ということもですね、視野に入れてですね、進めてまいりたいというふうに考えております。はい、以上です。ありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。秋山先生、ありがとうございました。続きまして、帝国データバンクの産業調査部長でいらっしゃいます後藤様よりご説明いただきます。よろしくお願いいたします。はい、ただいまご紹介に預かりました、株式会社帝国データバンクの後藤と申します。本日はよろしくお願いいたします。簡単に弊社のご紹介をさせていただきますけれども、メディアの皆様よくご存知かもしれないですけれども、企業のですね、信用調査をやっている会社でございます。で、こちらのデータをですね、提供いたしまして、企業間が取引をするときに、信用保管をするということで、お役立ちをさせていただいている会社というふうになっておりまして、特に最近はですね、今回、ビッグデータというキーワードがございますけれども、こういったビッグデータを使った解析等々をさせていただいているということになっております。それでは説明に入らせていただきますけれども、今回ですね、最もお話ししたいことというのはこちらになります。譲り合いの合意形成のためのデータと媒体を作る取り組みということになっております。譲り合いの合意形成というのは後ほどお話をさせていただきますが、データと媒体を作る取り組みというところでございますね。そもそもなんで今回の協定において帝国データバンクが入ってきたのかというところなんですけれども、こちら実績に書かせていただきましたリーサスですね、地域経済分析システムということで2015年でしたか、カットオーバーされたシステムがございます。こちらは誰でもご利用ができるものなんですけれども、このリーサスあるいは地域未来権益企業ということで今の実際に選定が進められておりますこちらの政策ですね。こちらはいずれも、政策主導ということで、地域の経済を活性化させる、そういった政策取り組みでございます。でこちらにですね、弊社のデータは当然なんですけれども、弊社のデータのみならず他社のデータ、あるいは観光庁政府が作っております各種統計データ、こちらをですね全てとは言わないですけども数多く使いまして加工して、見やすく誰が見ても一目で先ほども秋山先生がパッと地図上にプロットするということをやっておりましたけれども、ああいった形で誰もが理解しやすい可視化ビジュアル化ですね、見える分かりやすいというところで、データの加工をしているというふうになっております。こちらリーサスの画面ですね。こちらはぜひご覧いただきたいと思います。いうことです。こちらも地域未来系企業なので今回は割愛させていただきますが、こちらですね、今回特に帝国データバンク弊社としてはですね、今回、協定で一番重きを置いたポジションになっておりますが、こちらのプラットフォームの作成というふうになっております。先ほど申し上げました譲り合いの合意形成、というお話をさせていただきましたけれども、そもそもこれって一体何なのか、そもそもビッグデータ、ずっと言ってビッグデータなんとなく重要だなというふうには皆さんご認識だと思うんですけれども、ビッグデータが一番重要なのは、一つも抜け漏れがないということですよね。一部のデータだけ見て統計を取ったわけじゃなくて、全てのデータを使っているということです。またそれがただデータとしてExcel 上に展開されていても分かりづらい。先ほど交通の量というのが示されましたけれども、あれもただ例えば何ていうんですかね、交通量調査で、何時から何時までは何千件ここは通ってますだけでは分かりづらいんですけども、ああいった形で動画であれば分かりやすいですよね。それが専門家だけじゃなくて一般市民が見ても分かるような、そういった形になっておるんですけども、それがまさしく合意形成というところになります。一番重要なのは、先ほども市長もおっしゃられました、市長の独断だったりとか、あるいは市長は議会で考えたものをそのまま落とすだけではですね、やはり一般市民の方もよくよくわからないんですよね。空き家の話がありました。例えば自分の住んでる地域、空き家たくさんあるのになんでうちのところ空き家対策してくれないんだよと皆さん思いますよね。でもですね、実は、ちょっと次に移りますけれども、こちらが先ほどのその、ごめんなさい、すみません、これ全面画面化してませんでした。申し訳ございませんでした。こちらですね。よいしょ。今こちらで動いておりますけれども、これがダッシュボードツールということで、左側がちょっと待ちますね。左側がこれは全体ですかね。前橋全体だと思うんですけれども、こちらが具体的な話をさせていただきますと、赤いのが空き家と推定されるところ、青いところはまだちゃんと住んでると推定されるところですけれども、ちょっと進めます。左側にいろいろ地域が選べます。これ本庁管内ですね。このようにですね、いろいろ動かしていくと、青い点、赤い点があって、あ、うちの地域ってこれぐらい空き家があるんだなとかっていうのが誰でも分かるようになっています。右側にもいろいろ書いてあります。時系列データとかもこれで全てが見られるというようになっておるんですけれども、こうすることでですね、自分の地域だけじゃなくて他の地域も誰もが見られるようになる。そうすると、あ、確かにうちの地域も空き家率は高かったけど、こうやってみればうちの地域以外も空き家率高いんだからしょうがない、じゃあうちは今回は譲ろう、そして一番空き家が多いところに政策が決定されたというのはその通りだね、しょうがないね、今回は分かりました、ぜひ市長さんよろしくお願いしますよというような形で、誰もが納得するような形の合意形成が得られるというような形になっております。これが今回一番重要なお話になっています。なのでビッグデータの活用というのはそういうところで、ビジュアル化見える化する必要があるというのはそういうような話になっております。でここにも書いておりますけれども、いかに情報を削らないかということも非常に重要になっております。今しがた自分の地域は空き家が多いのに削られて、今回の政策では支援はしてもらえないと決まっちゃいました、残念ですっていう話になるんですけれども、それをですね、きちんと、ダッシュボードって書きましたけれども、いろいろ書いてありますけれども、例えば各地域ずらーっと上から下まで並んでます。で選ばれなかった場所においては、白とか灰色の判定させられると。で灰色の判定させられるんだけども、なぜ今回選ばれなかったかっていうようなところが例えば赤字でですね表示されて、ここの数値が他の地区と比べて高かったから今回は選ばれませんでしたとか、そういうようなことを載せていくということになります。一番上、ここでいう一番上ですよね。一番上、一番最初たくさん情報がありますけれども、最終的に政策こういうことやりますよっていうのは本当に一番下のしかないんですけれども、なぜ選ばれなかったのかっていうのをしっかり残すことで、そういうことだったんで、先ほど申し上げた通りです。なぜ選ばれなかったのかが分かるようになっておくというようなことは非常に重要であると。でそれを全て載せているのが、ダッシュボード、いわゆるツールみたいなイメージですね。ダッシュボードですので、誰もがいろんな形でいろいろ数値を動かしながら見るというふうになっております。これは一つの例で、リキッドギャラクシーという、これは弊社のものではないんですけれども、なんていうんですかね、いろんなふうに見える化するとですね、余計分かりやすくなるというようなものの一つの例です。でですね、今回はこういった形で、データの扱いというところで、今回、連携協定ではですね、なんて言うんでしょうか、一つでも貢献をできればというところではあるんですけれども、具体的に特に空き家の話ばっかり今しておりましたけれども、例えば弊社のデータを扱うというところであればですね、人々の暮らしと企業の活動というのは非常に密接に関わっておりますので、空き家が増えると企業数はどうなるのか、企業業績はどうなるのか、逆に企業業績がどうなると空き家が増えるのか減るのか、いろいろあると思います。それは弊社のデータだけではないですし、今の空き家のデータだけでもないです。さまざまなデータが存在しています。それらをしっかりと混合して、政策の立案、というところにしっかりとですね、結びつけられるようなお手伝いをしていってですね、最終的には今の子どもたちの未来、これを明るいものにしたいという思いで、今回しっかりとこの連携協定においてはですね、役割を果たしていきたいと思っております。私からは以上になります。後藤様、ありがとうございました。続きまして、三菱総合研究所地域創生事業本部長でいらっしゃいます上田様、お願いいたします。三菱総合研究所の上田でございます。本日はよろしくお願いいたします。私からはですね、特にこういったプレゼンの、資料等はございません。まずは、我々の本研究隊の中での我々の位置づけとですね、それから、この意気込みというものを少しお話をさせていただきます。私ども普段ですね、前橋様をはじめとしまして、全国の自治体様から、政策の立案、もしくは、策の検討、計画づくりですとか、それを評価するような業務を普段、実施させていただいております。そのような経験をですね、踏まえまして、本研究の中で、ぜひこういう機能があったらいいんじゃないかとか、もしくはこういうふうに、できていればもっと使いやすいものになるんじゃないかと、そういったアイデアを提供させていただくところが我々の役割かなと認識をしておる次第でございます。また秋山先生の話にもありましたけど、将来はこう全国に普及していこうというようなところで、これは全国に普及していくためにはですね、前橋様で今お抱えの課題を分析するというのがこの研究のまずは第一ではありますけど、他の自治体さんではこんな課題で困っておられますよというようなお話なんかも提供させていただけるのかなというふうに考えております。今、世の中全体的にはですね、特に政府のレベルでも検討が始まってますが、 EBPM とエビデンスベースポリシーメイキングというような動きがございます。こういった流れはもうまさに、これからますます本格化していくだろうというふうに見ておりますし、それを支えるですね、エビデンスの部分ですね、ビッグデータを活用するというところもますます、使いやすくなってきているというところで、これまでの自治体様の政策立案決定、もしくはその推進改善といったようなそういったプロセスがますますこう客観的にきちんと精度高く評価してより良い施策につながっていくというような社会になっていくと思います。そういった中で本研究の成果というのはですね、まずはこう全国を先駆けてというふうにちょっと言ってしまいますが、大変貴重なまた有意義な研究になるというふうに考えております。で、私どもとしてもですね、普段こういった業務に携わらせていただいておりますので、そこに参画させていただくというのは非常に有益で貴重な場を提供いただいたなというふうに考えております。しっかりといい成果が出るように取り組んでいきたいというふうに考えておりますので、よろしくお願いいたします。以上でございます。なるほど、空間情報科学というのは、そういうことを研究するわけですね。で、今日は空き家対策室長いなかったのは残念ですけれども、空き家も交通政策も、このデータによって大きな何か一歩を踏み出せるだろうと思いますし、本当に市長がだんだん不要になる電動船みたいな、以後の世界ももう人間負けますけれども、そういう世界が来るんだろうなと思って、非常に楽しみにしております。質疑は後ほど、一括マイナンバーカードとご一緒にさせていただきたいと思います。マイタク、今、2万人の登録者がいます。2万人の人が大体22万回マイタクに乗って、そしてマイタク券を払って、うちの補助分は現金にして、そして降りて、そうすると運転手さんはそれを集めて、夜、会社に、タクシー会社に行くと、タクシー会社で、今日は何人乗ったかなって言って、そうするとタクシー会社の事務の人は、それを集めて、で、年間22万回ということが、月に2万回、2万回以上だよね、2万回、1万5000回ぐらい、それを、今度は市役所がどーんと届けられて、1万5000万円の請求書を払って、A タクシー、B タクシーに振り込むっていうのが今のマイタクの現状です。今言ったビッグデータの世界とは真逆の世界ですね。期待しております。こういうのにもぜひソリューションを。というところで今回、我々と一緒にマイナンバーカードの有効活用を図っていただいております研究者グループが、今回、新しいソリューションを我々に提示したというところでございます。それは、マイナンバーカードを利用する毎宅のタクシー利用の決済方式かな、決済という表現でいいのかな、ということでございます。これも私からよりも開発者、そして、タクシー協会の会長さんも来ておりますから、お話を伺っていただきたいと思います。よろしく。はい、それでは詳細につきまして、一般社団法人 ICT まちづくり共通プラットフォーム推進機構の小林様よりお願いいたします。皆様こんにちは。よろしくお願いいたします。一般社団法人 ICT まちづくり共通プラットフォーム推進機構と、少し長い名前なので略称でトピックと申しておりますけれども、事務局長の小林でございます。それからスタッフの鈴木でございます。よろしくお願いいたします。我々はですね、今回総務省の方の請負事業の方の受託事業者としてですね、今回の前橋さんの方で既に推進されておりますマイタクという補助事業のですね、こちらのマイナンバーカード化というところのシステムをご提供させていただいております。先ほどのビッグデータの話ではありましたが、見える化して分かりやすくするということで、今日はデモをご用意しておりますので、そちらの方でご覧いただければと思っております。で、イメージとしてですね、現状ですね、マイタクの方ではこういった対象の資格者証というものとですね、こちらの利用券というものを市民の方に配りまして、これを使って今先ほど市長がおっしゃられたように紙を見せながらチケットを渡しながら運用しているものでございますが、これがこのマイナンバーカード1枚に置き換わるという、そういうイメージでございます。まずですね、こちらのタブレットなんですけども、同じものを画面に映っておりますけれども、タブレットの方をタクシーの方に今配備をさせていただきまして、実験をすることになります。まず運行開始と、まずドライバー様が車に乗られましたら運行開始というボタンを押していただきます。そこで運転者のボタンを押しまして、これの今ダミーですけれども、前橋太郎という自分の名前のところを選択していただきまして、決定をしていただきますと、運行開始をする準備が整いまして、私が今この車を運転するというスタンバイ状態になります。で、この画面で運行業務というのを押していただきますと、こちらでスタンバイが完了されたという状態になります。で、タクシーに市民の方が乗ってきていただきましたら、マイタク制度を使いたいですと市民の方が言っていただきましたら、乗車というボタンを押していただきます。カードを読み込む準備ができましたという形で喋りますので、この状態でこのタブレットの裏側にですね、カードを読み込む部分がございます。こちらにマイナンバーカードを当てていただきます。残り利用回数は95回ですということで、はい、年間の利用回数120回に対してですね、残りの残数字等をですね、音声で市民の方にお伝えするというものでございます。そうしますと、画面がこのような形で変わりまして、今、1人の方がマイタクを使って乗車をしているという状態でございます。こちらで目的地に着きましたら、じゃあ降りますということで、今度は精算というボタンを押していただきます。そうしますと、料金計算の画面に今度移ります。で、タクシーメーターにあります今の乗車料金、例えば今回1090円だったというふうにいたしますと、いう形で入力をしていただきますと、このマイタクを使った割引がいくらになって、最終的に現金として徴収するのがいくらかというのが自動で計算されるということで、今回は540円徴収してくださいというような形になっております。今ですと、これは早見表みたいな形でですね、ドライバーの方が物を見てチケット何枚だったからということで、手計算をして徴収していただいているんですが、これが自動的にシステムでできるようになるというものでございます。で、こちらで終わりましたら、一運行が終了いたしまして、また運行業務をして、スタンバイをして、次の業務、マイタクの利用者さんに備えるという、非常にシンプルで、使いやすいシステムになっておりまして、こちらはやはりドライバー様を含め、市民の方を含め、すべての方に使いやすくシンプルな仕組みということでですね、市民の方はマイナンバーカードを1回かざしていただくだけというようなものになってございます。で、こちらがですね、ドライバー様の方が自分のタクシー会社の事務所に戻りますと、データが自動で吸い上がりまして、集計システムの方に行くということで、紙のチケットをこう集計してこう書いたりするというような手間が一切ないというようなシステムになってございます。今回はこちらのシステムを提供させていただきまして、実証事業の方を行っていきたいというふうに考えておるところでございます。非常に簡単ですが、以上でございます。はい、ありがとうございました。補足しますけど、タブレットの GPS 機能で A という80歳の男性がどこからどこまで乗ったということも我々には管理できるということですが、ここでも一つのデータが集まってくるというお話になっていくと考えております。その他に相乗りをすると2人の埋宅券が使えるんで、そのあたりも2人って埋宅、そのあたりもできるのね。ああ、2回かざす。はあ、ありがとうございます。いろんな意味で、やっぱりこうやってすべてのその市民活動を、僕たちがサービス提供する、埋宅事業で我々も2億円のタクシーの補助金を、乗車補助を払うわけですから、だから市民も面倒くさがらず、このマイナンバーカードを使って、埋宅に乗ってくださいと。そこで我々が多分この事務費で1000万ぐらいかかっていると思うんですけれども、そこが浮かせられる分、また埋宅の制度の進化させる予算に使えるよという、こういう回転が動いていればいいなと、我々は考えております。120回のうち、あと何回乗れ、1年間で120回の乗車券、ちょっと往復だから60回ぐらいの外出ができているわけですね、埋宅で。そういうことの必要性、我々とすると、それで、もうちょっと増やした方がいいんじゃないだとか、いや、120回フルで使う人はいなかったんだというのも分かるし、いろいろなことで、先ほどの東京大学のお話ではありませんけれども、我々の政策を進化させる、一つのデータとして使えるというお話でございます。それでは、最初のビッグデータの利活用についての行政課題のソリューションの連携のお話、そして埋宅のこのマイナンバーカードを使ったシステムの開発、今は実証実験という表現ですか、はい、どうぞ本格使用は来年度、実証実験を踏まえて、そうね、でもなるべく高齢者の方が多いのですから。マイナンバーカードを持っていただくような取り組みもまた再度してあげないと、思います。さあ、以上でございます。本室からの案件の説明は、以上で終了いたしました。ご質問はそれぞれ専門家、研究者おられますので、きちんと回答させていただきます。これより質疑に入ります。ここからの進行につきましては、今月の幹事社であります、産経新聞の吉原さんにお願いいたします。よろしくお願いします。幹事社の産経新聞、吉原です。まずビッグデータについてお伺いしたいんですが、秋山先生にお伺いします。はい、じゃあ秋山先生。なるべく回答を求める人の名前、最初に言ってくださいませ。はい、秋山先生、お願いします。はい。最初の段階でフェーズの説明はしていただいたんですが、大体このめどとして31年3月31日までということですので、ある程度、期間を区切って、いつまでにどういうことを実現したいというのはございますか。そうですね、まだですね、具体的に、本当はこれから取り組んでいかないとなかなか分からないなというところはあるので、いついつまでにこのフェーズまで絶対進むというのは、なかなかまだ言い切れないかなというところではあります。ただ、今回のようにいろんな民間であるとか、自治体であるとか、大学がちゃんと連携して、地域の課題を取り組んでいくっていう取り組みで、ほとんどまだ全国にもないというところも。ありまして、そこにビッグデータを入れるっていうのも新しいというところで、まずそういう新しい取り組みをやってみて、どこまでいけるかっていうのでやるというので、ある程度期限を区切ってやってみようというのがあるので、具体的に絶対このページまでいくぞとかいうわけでは必ずしはないということです。はい、そのまた関連なんですけれども、となると例えば結果論何個の政策に関わりたいというか影響を与えたい、参考にしていただきたい、そういう数値目標みたいなものも。それはもうこれから検討ということで、いろいろ前橋さんとお話しする中で、どこから取り組んでいくべきかとかですね、取り組める範囲であるかとかいうのも検討していくということになります。わかりました。あと今回、いろんな会社さんと自治体さんでご協力されていると思うんですが、まあ、スタートどこが掛け合いというか、どこ発のプロジェクトだったっていう。そうですね、一番、きっかけとしてはですね、もともと今回いろいろ参加されている企業さんと東大で付き合いがありまして。でまあ、そういう中で、前橋市というところと、だんだん研究している中でつながっていったというところがありますので、そういう意味では最初、民間の企業さんとの東大との付き合いがあってでそこに、前橋市さんも、入ってきてでみんなでやっているという、そういう流れでありますね。でもともとはその必ずしも自治体のためにというものではなくて大学として共同研究をいろいろやっていた中から、スピンオフしてこういうふうになっていたというものです。ありました。じゃあ幹事社として以上です。案件について各社さんございますか。NHK 西山と言います。はい、なぜ前橋かっていうのを説明するとしたらどうなりますか。はい、そうですね。どう説明すればいいんですかね。なかなかあれなんですけど、一つはやっぱり前橋市様とですね、ご縁があってつながることができたということもあってですね、今前橋でやっているということもありますし、あとはやっぱり実際に前橋市という都市がですね、いろいろと調査をしてみた結果、いろんな課題を抱えていらっしゃるということもありますし、それから。そうですね、そういった部分で分かりやすい課題があるというところと、ご縁があったというところというのが一番大きかったかなと、はい、先ほど例で示されたいわゆる交通の流れですとか空き家の話、これは今後なんていうのかな、もうちょっとこういわゆる今後の研究の中で生かしていくのではなくて、でものデータみたいな形ですか。いえ、そういうわけではないです。あくまでも今まで取り組んできた今取り組んでいる内容の中の一つとしてお見せしているものでして、今後こういうことができるという例として示されていますよね。手法を良くしていきながら使えるかどうかも含めて検討していくと。今後だからこれを使うとも決めていないし、使わないとも決めてないっていう感じですか。どう見たらいいのかなと思って。基本的には交通の問題であるとか空き家の問題というのは前橋で課題になっていますので、使っていきたいなというふうには考えてはいます。ただそこら辺はもちろん今後前橋市様といろいろと検討していく中でどこまで使うかとかっていうことも出てくるかなと思います。あとごめんなさい、もう一点具体的にまだ何をやるかっていうのは今後の話だとおっしゃったんですが、大体例えば今の空き家とかって非常に分かりやすくて。何か例えばこの方向とかなんかちょっと示せれば結構難しいビッグデータの話なのでなんか分かりやすく伝えたいなと思ったんですけど、どうですか。それは今後どういう方向に進んでいくか、いわゆるその、例えば空き家を代表されるそういったなんか都市整備の問題なのかとか交通、そうですね、今いろいろ議論している中ではそういう交通であるとかその中心市街地をどうするかっていう話もありますし、例えば観光のをどういうふうに進行していくかっていう話もあるかと思いますし、そういった部分が中心になるかとは思いますけど、もちろんこれから議論していく中でいろいろ新しいテーマとかも出てくると思いますので、必ずしも絶対これをやりますっていう感じではないかなと、あれですかね、ニュースで伝えるときに大枠として交通分野とか中心市街地の活性化に関することとか、そういう伝え方であれば問題はないですかね。大枠としてってどうですか。ダメなのかな。そこら辺は市役所の方からお答えした方がいいかなと思います。市役所の政策部参事の大野でございます。先ほどおっしゃっていただいたように、交通の政策であったりとか観光であったり、あとは中心市街地の活性化、ここは事業承継も含めたりとか空き家も含めて、後継者がちゃんといていないと、中心市街地は活性化しませんし、で中心市街地の活性化の中には食住近接といったようなスモールシティとスマートタウンでありスモールシティである、そういったような取り組みといったようなことも、キーワードとしては考えていきたいなと思っております。FN 群馬滝沢と申します。これはお二人にお伺いすることになるのかと思うんですが、扱うデータなんですけども、どんなデータを、要は普通に一般にただ出てるだけのデータであれば大学としては手に入るわけでしょうから、そうじゃなくて、もう少し別のデータも入るからこの研究の意味もあるんだと思うんですけども、大学側としてどんなところを期待しているのかと、あと逆に行政としてどんなものを提供するつもりでいるのか、そのあたりを教えてください。はい、ありがとうございます。そうですね、一つはもちろんいろいろオープンになっているデータであるとか、あるいはそれこそ、お金で買えるものであるとか、いろいろデータ世の中あるかと思うんですけど、一つはやっぱりその自治体さんの持たれているようなデータですね、要するにオープンになっていないような部分のデータっていうものもですね、うまく使いながらですね、例えばその研究で出てきた成果であるとか結果というものの確からしさを検証するために使うであるとか、あるいはそういったところをうまく付き合わせをしていかないと、この研究の成果を実際の自治体のいろんな課題解決に生かすとか使うという部分になかなかつながっていきにくい部分もあるかと思いますので、そういった意味で自治体さんの持たれているデータも一緒にうまく使ってマッシュアップして、いいものを作っていくというところができたらいいのかなというふうには考えています。はいはい、ありがとうございます。具体的にこういうデータっていうのはなかなか、今まさにそのどういうテーマでやっていこうかっていうところを模索しているところというところもあるので、そういう議論を深めていく中で、このデータ、市が持っているデータが使えそうだということがあれば、それは具体的に、もちろん個人情報に配慮した形で活用をしていきたいなと思っています。で、例えば空き家の話であれば、例えばという話でまだそれをやるということは決まっているわけではございませんけれども、例えば秋山先生であったり皆さんに推定していただいた空き家でだろうと思われる場所のリストをいただいて、データをこちらから外に出すわけではなくて、それが、市であれば住民登録の住所とかも分かりますので、ここに人が住んでいるか住んでないかは丸×は出せるわけで。で、そういったことでの、先生もおっしゃいましたけど、推定結果の確からしさを高めていくときに市のデータを活用していくことができれば、前橋だけではなくていろんな土地でも使えるシステムが出来上がるのかなと、これはあくまでも例えばということですけれども、今後の議論の中で具体的な使うデータは深めていきたいなと思っております。一般にオープンにしていないデータがあっても、出せる範囲を持っているのか、そういう形でやればある出せる形というものももちろんありますし、それはデータの種類によってはですね、全くやっぱり個人情報にまさに匹敵するもので出せないというものも議論していく中では出てきてしまうかもしれないですが、形をうまく調整することで出せるものであれば、もちろん正式な手続きにのっとった上ではなりますけれども、そういった検討はできるんじゃないかなと思っております。上毛新聞の真下と申します。じゃあ秋山先生に伺っていいですか。すいません。なんか東京大学と帝国データバンクさんと三井総研のなんか役割が明確にこういう役割で、うちはこういうノウハウを使うとかっていう分担があれば教えていただきたいんですが。ちょうど東京大学の方としては、今回前橋市を含めて各社いろいろ入っていますので、研究全体の統括をするであるとか、研究全体のコントロールをしながら、あと我々空間情報科学研究センターというところで、そういった地理空間情報のいろいろ活用であるとか、データの加工であるとか、そういった部分の技術ですね、そういったものはいろいろ持っていますので、いろんなデータを使ってそれを加工していろんな結果を作りであるとか、そういった部分の研究をするというところを担当するという形になっているかと思います。はい、はい、帝国データバンクとしては、弊社といたしましてはですね、ダッシュボードですよね、先ほどプラットフォームという形で、真ん中で、はい、失礼しました。プラットフォームという形でお見せをさせていただいておりますけれども、そのデータのマッシュアップだとかって話もありましたし、一つ一つの全ての、あれダッシュボードって言いましたけど、一つの画面で全てのデータが見られるっていうような、そんなイメージなんですね。ちょっと難しいかもしれないんですけれども、一つの画面の中にどこそこの空き家の量があって、で同じ画面の別のタブの中に人の動きの流れがあって、別のタブには企業のデータがあってとかですね、そういったような形になると思うんですけれども、それらがどういうふうに連動しているのかとかっていうのも全て合わせなきゃいけないんですけども、これビッグデータを扱ってくる人間はよくよく分かってるんですけれども、一つ一つのデータってですね、なんていうんですかね、形態が違うって言ったらいいですかね、例えば円とかドルとかユーロとかあるじゃないですか。同じように数字だけで言うと全部100、100、100なんだけど、100円、100ドル、100ユーロ全部単位違いますよね。でもエクセルにポンって落とし込んでしまうと全て同じように見えてしまう。それかなり危険ですし、実はデータが埋まってないだとか、データ集めてみたら医者のカルテみたいにですね、全て手書きでまず入力するところからスタートとかですね、そういったクレンジングって呼ばれてるんですけれども、まずデータを整備するっていう、そういうところとかもあります。でそこら辺のノウハウっていうのは非常に多く弊社では持っておりますので、そういったところだとか、その他社データさん、先ほども使うか使わないかわからないですし、どういう形で利用するかっていうのは今後検討課題にはなると思うんですけれども、それをうまくデータを何て言うんですかね、データの取りまとめ役そのものっていうんですかね、そういった形で動いていってですね、またその見せ方っていうところにも弊社の方ではこれまでの経験値ノウハウというものがございますので、それをうまく出していって、市長をはじめ県議会、あるいは失礼しました市議会であるとかですね、あるいは一般市民の方でも扱いやすいような。ダッシュボードというのは誰でも扱えるようなもの、Google マップとかもそうだと思うんですけれども、誰でも扱えるようなものというふうなイメージをしておりますので、そういったインターフェースっていうのをしっかりとこちらから提言をさせていただきたいなというふうに思っております。そのいろんな各種データを整理してまとめて分かりやすく見えるようにするっていうことですか。おっしゃる通りです。それを研究をしていただくのが東京大学空間情報科学技術センター、各研究センター失礼しましたであったりとかっていうところにはなるんですけども、そもそもの入り口の部分というところだとは思います。三菱総合研究所でございます。私どもの役割、先ほどちょっと簡単に申し上げましたけども、一言で言えばアイデアを出させていただくというところになるんですが、その具体的な内容っていうのは、まずはその今回作っていこうというものが、より全国の、まずは前橋さんですけれども、全国の自治体さんが、政策決定、政策立案決定の中で使っていきやすいようにですね、どんな機能を持っていった方がいいかとか、そういったところのアイデアですね。それからまたそれが、結局は全国に普及していくための、条件になってくるというふうにも思いますので、その部分をしっかり、我々なりにご提供させていただくというところ、それとあとはですね、我々普段こういったデータを使って課題を分析して、ご提案するというのは普段の業務の中でやらせていただいているものでございまして、さすがにまだ、EBPM と言えるようなレベルまでは行ってませんし、ビッグデータを活用してというところまでは行ってませんけども、データを使って、こういった見える化をしていくというのは普段の業務でやっておるところでございますので、その時我々が普段の業務の中でやっているこういうやり方っていうのはありますよねっていうようなところも当然ながら、アイデアとしてご提供させていただけるというふうに思っております。以上でございます。群馬テレビの早川と申します。ビッグデータに関して秋山先生にちょっとお伺いしたいんですけれども、今回前橋市と4社と協力という形で取るかと思うんですが、他の自治体さんと協力しているところっていうのはどこかあったりするんでしょうか。それは東京大学の空間情報科学研究センターとしてってことですかね。今回のような、研究の中で他の自治体さんとどこか前橋市のように協力するようなところがあれば教えていただきたいと思っています。それはすみません、この東大の空間情報科学研究センターとして協力しているかってことですか。それともこれからする計画があるかっていう。現状ですか。現状としてはちょっと自分もセンター全体の状況を把握してないので何とも言えないんですけど、おそらくまず今回のような形ですね、自治体も民間も全部入ってやるっていう例はまだないのかなという状況ですし、あと私自身もですね、そこまでの体制でやるということはまだやっていないと。はい、でおそらくなかなか全国的に見てもこういう例ってそんなにまだたくさんないのかなというふうには考えています。ありがとうございます。案件内は大丈夫ですか。案件外じゃあ案件内でせっかくですからタクシー協会長来ておられるんで、このマイナンバーカード利用による決済システムについての感想みたいなのをちょっと。前橋市タクシー協議会の清水と申します。よろしくお願いいたします。先ほどマイタクの利用につきまして市長の方からもご説明がありましたけれども、今ですね、件数が大変増えておりまして、運転手が車両の中でですね路上に止めて生産業務を行っております。そういった中でマイナンバーカードを利用していただいて、かざすだけで位置情報、また利用時間等々が自動的に記載されるようになりますので、社内での生産業務も簡略化できるかなというふうに思っております。また事務所の方でもですね、一枚一枚確認作業を行っているところでありますけれども、マイナンバーカードの利用によりましてですね、間違いなくもうデータが処理できますので、そういったところでもチェックをしなくても済むようになりますので、その辺のところも利点かなというふうに思っております。はい。はい。すみません。本当に2件の案件ともビッグデータ、そしてそれをどうやって運用して市民サービスを高めていくかという、そういう方向に動いていくものです。今回FM さんの方からも、どういう理由で前橋市が選ばれましたかということですけれども、やっぱりこれは大野さん自が長年にわたって、やはり我々がデータ活用社会、その中で ICT 社会に真っ先に名乗りを上げて、今回マイナンバーカードでタクシーを乗るのも、領域内のデータ利用という新しい条例を作った、これも多分日本で最初ではないです。ではない。いくつか、まだ数少ない条例で。そうですか。ただ、それでこうやって領域を使った市民サービスをやるっていうのは初めてなんじゃないの？そうですね、こういうマイナンバーカードを使ってですね、公共交通機関の。なるほど、公共交通機関の、はい、マイナンバーカードを使って公共交通機関の割引をするという、そういう取り組みは全国で初めての取り組みになります。そうですね。こういうことに熱心に取り組んできた、それを、どこかで評価していただく方がおられたということだろうと思います。そして東京大学の皆さんが、前橋はそういうことを一緒にパートナーとして組めるのではないかというご判断をいただいたということです。もう一つは人のご縁ですね。今回も実は群馬4区の衆議院議員の福田議員から、こういうことを研究しているんだけど、前橋に名乗りを上げて一緒にやらないかというお声もかかったということです。従いまして、我々の多様な情報化についての取り組みが、一定の評価を受けておられる、いた、そしてこういうご縁に結ばれたという感想を私自身は持っております。だからこそ、我々もデータ社会に向かって、より良いソリューションを提供するための、データをできるだけ取っていきたいと、属性のない、匿名性の高いデータであれば、どんどんいろいろな形で行政課題についてお話し、提供していきたい、それを市民に還元していきたいという思いでおります。そんなことで、両団体の皆様、どうぞこれからも前橋市と一緒の連携をよろしくお願いいたします。また、トピックスの皆さん、そしてタクシー協会の皆さん、よろしくお願いをいたします。それでは、案件とすれば以上でございます。現在で柏木さん、お願いします。全く関係のない話題になってしまい、大変恐縮なんですけれども、山本市長さんに、ダス爆殺群馬の件でですね、ちょっとJ3A の捕獲圏に今入っていて、今後どうなるかっていうのは分からない状態ではあるんですけれども、今後前橋市さんとして、例えば J3 降格した場合ですとか、どのような対応を取られるのかっていうようなお話についてちょっと伺いたいんですけれども、よろしくお願いします。これもビッグデータで活用して結論が出ればいいですね。どうでしょうか。率直に言って降格圏にはなったのです。偶然 J3 が1位と3位がなんていうんですか、J2 に入れない資格ライセンスを持ってない団体だからこそ。ザスパがどうにか可能性があるですけれども、J3 に降格圏内にはなっているのです。そこまでに至った原因は何なんだと。そこはきちんとやっぱり精査をし、その中で取締り雑場の株主さん、あるいはフロントの皆さんが今いろいろな変革をしてくださっているんだろうと思います。ホームタウンの市長として、この変化が、雑場草津群馬さんの球団改革がうまくいき、そして今後活躍にまた V 字回復して、J3 に落ちても J2 に、そして J1 に上がっていただけるように期待をしております。従いまして、今のところ、どういう改善をザスパ草津群馬が球団として行うかが、私にはまだ見えておりませんし、またそれへのご説明があるんだろうと思っております。よろしいですか。改善を聞いてからまた対処の方法を考えたい。そうですね、やっぱり今まで J2 にいて J1 に上がるという前提で J1 のライセンスのためのスタジアムを、これはもう群馬県がお作りになって、我々は練習会場を作られて、あと何て言うんですか、クラブハウスを作って、そういう応援をしてきたはずです。それが J1 に上がるのではなく J3 に降格するわけですから。いろんな意味でこれは市民議論を経ないと、私が応援し続けるよという結論には至らないのではないでしょうか。はい、よろしいですか。他案件外で質問がある方。はい、よろしいでしょうか。さあ、それでは。じゃあ、幹事社、ありがとうございました。寒くなりましたし、これからもどうぞ暮れに向かって、記者団各位、そしてまた、市民の皆さん、ご自愛いただきたいと思います。どうぞよろしくお願いして、今日の会見を終了いたします。ありがとうございました。以上をもちまして、本日の定例記者会見を終了させていただきます。